アイドル志望の15歳女です。アイドルになるのが夢なんですが、父がソニー系列の事務所しか許さないと言っています。理由は芸能一本でやってる事務所は枕営業を発生してたりするイメージが拭えないからだそうです。そうてん、セニーは世界的、ソニーは世界的企業で枕営業を強要して、世界的なニュースになったらダメージが過ぎるから絶対にやらないから安心だそうです。ヒルきさんが私の立場なら地方をどのように説得しますかまた事務所ぐるみの枕営業とかあるのでしょうかあります。で、えっ、ー、と、例えばアンミューズとかエーベックスとか上場してる会社もさすがにその、 枕営業やってるよねってバレると、あの株価めちゃくちゃになるので、なので選択肢としてはそのソニーじゃなくても上場している会社もありなんじゃないかなと思います。ただ、15歳のそんなに可愛くもないこうアイドルにしますって言って寄ってくるような事務所であれば、ガチでやばい会社で枕営業込みのところが多いので、えー、っとね、 5年前ぐらいにアイドル事務所でアイドルのイベントをやってて、で、そのアイドルになんか売買収を強制してて、結局逮捕された外国籍の人がいたんですよね。で、その人も自分で事務所やってたんですけど、っていうのが本当にリアル存在するんですよ。なので、あの、その本当にまともな事務所かどうかっていうのはちゃんと調べれば調べられるので、 その、今、声をかけてくれた事務所に入りたいっていう理由で、ソニーじゃないからダメっていうので、じゃあ、その、なんとかその事務所に入りたいっていう話で、多分、僕に2400円払ってもらってるかもしれないですけど、それであれば、そのなんか、ちゃんと上場してる、あの、その企業だったりとか、ソニーとかに、あの、まあ、あ履歴書だったり、こういうことやってますってのを送って、受かるかどうかっていうのを確認した方がいいと思います。はい。で、受からないんだったら、ま、アイドルとしては食えないっていう事実として受け入れた方がいいと思います。 あの枕込みの事務所だったら入れてくれるみたいなのあったりするんでえと元タレントのまりえさんがインスタライブで島田紳介さんの枕営業とそこに合わせた出川哲朗さんとヤルセナスさんを暴露したことが Twitter で炎上してますがやはり芸能界には枕営業は存在するんでしょうかちなみに彼女は当時18歳だったようですまああるんじゃないですかただそれを枕営業と呼ぶのか その、単純にその、あの、恋愛問題かっていう。例えばじゃあその、飲み会ですって言って、じゃあ男女でコンパして、で、その後ホテルに行きましたとかって普通にあるじゃないですか。なので、その、芸能人同士でも、じゃああの、男女で飲み会しますっていうので、その後じゃあホテルに行きましたっていうのも、それも個人の意思としてやってるのか、枕営業なのかって、その個人の捉え方次第だと思うんですよ。 あの、これ枕営業ですからっていう宣言をして、じゃあ枕なら行きますっていうお互いに枕営業であることを同意した上でやるっていうもんでもないじゃないですか。要はそのなんか自分のこと好きなのかなと思ってホテルに誘ったらついてきたからやっちゃったっていうので、後からあれ枕だったんですって言われても、いやいや知らねえしってなると思うんで、なので、なんかその枕なのかどうかっていうのも、その申告次第な気がするのでどうなのかなと思うんですよね。 いや、ぶっちゃけその一回で捨てられたから枕って言ってるけど、本当は彼女になれるんだったらなりたかったみたいなタイプの人かもしれないので、なんか一概にこう、どちらが正しいというもんでもないんじゃないかなという気はします。声優のデメリットを教えてください。どういうこと声優になることのデメリットえっ、ー、と、給料が安い。給料が安い。えー、セクハラが多い。えー、枕営業が未だに存在するらしい。うん、そんなところですかはい。 あの、役者と、あの、声優は基本的には食えません。で、あの、どういう人が売れるのかっていうので、めちゃくちゃ才能のある人が突然ストレートにすぐ売れるパターン。あの、林家じゃねえや。林原めぐみさんあの、シン英雄伝渡るの卑弥呼の役で、割とその、無名な頃から突然こう、売れて、その後ずっと売れてるっていう感じの人だと思うんですけど、で、あの人みたいなタイプの人は、ほぼほぼいないんですよ。 あの、バラさんの役とかやってますよね。あの、コナンで行くと。えっと、あの、声優業界のギャラの決まり方っていうのが、ランクで決まるんですよ。で、あの、まあ、大御所って言われる A ランクの人とかは、一発現場行ったら5万円とか、があるので、別にじゃあそれで、あの、じゃあその5万円とか10万円とかもらえるので、その、まあ、週1回でも生活は可能ですと。でも、新人さんって、基本的にはもう、一番下のランクから始まっちゃうので、やっぱり1万円からスタートなんですよ。 要はそのレギュラー持ってる人でさえね。で、じゃあレギュラーも持ってない単発の人っていうのって、で、たまたまじゃあそのなんか1個単発で出ましたって言ってもそ2万円もらいましたみたいなので、あとどうやって暮らすのって言うとバイトになるんですよ。で、えっと人気声優と言われる人が、じゃあなぜ儲かってるかっていうと、今その人気声優の人ってアニメじゃないんですよ、儲かってるのが。 その要は人気声優ですって歌を歌ったりとか人気声優グループっていう形で音楽を出したりイベントだったりじゃあその YouTube とかニコ生とかの番組に出てそのタレントとしてのギャラをもらってそれで収入を増やしてるんですよなので声優としての仕事で食ってるわけじゃなくて声優業で有名になってでそのタレントとしてギャラをもらうっていう形になってるので声優単体で食うってかなり難しいんですよねでじゃあそのタレントとして食うためにどうする すればいいかっていうとうじゃあ、その、なんか、じゃあ、その、有名なゲームで、その、なんか、アイドル育成ゲームの声優になれるかどうかっていうところでいくと、もうその、事務所の推しで決まったりするわけですよ。事務所の中で、この子を、じゃあ、あの、ちょっと若手として、例えば、じゃあ、その、僕が、じゃあ、アイドルのゲーム作りたいとしましょうと。 で、じゃあそこで、じゃあ青に行ってプロダクションにちょっとなんか良さげな声優見繕ってくださいよって丸投げして、で、20人ぐらいごそっともらうわけですよ。オーディションとか含めてね。で、そこの中で、じゃあこの子とこの子でやろうみたいな感じで、要はプロダクションの中でおすすめのところを押してもらったりするので、その、 日本中の声優事務所に対してオーディションやりますって言って何百人も応募をもらっていちいち判定してたら切れないじゃないですか。なので割と事務所に丸投げしちゃったりするんですよね。なのでその事務所の中でじゃあこの子を推しにしようとかっていうのってもうあんまり実力で決まんないんですよね。で、そのまあ実際目の前で見たことはないんで聞いた話になるんですけどあの芸能界って今枕営業ってほとんど聞かないんですよ。その あの、普通の芸能ね、あの、タレントさんとかテレビに出る。で、声優業界だけ未だに枕の話を聞くんですよ。直接見たことはないんですよ。要するに、その、本人の実力ではなくて、そこのキャスティングをする能力のある人に好かれるかどうかっていうのが、本当に仕事に直結するんですよ。 でも、タレントの場合って、ある程度そのタレントさんとしての価値っていうので、仕事が決まるので、そこまで枕頑張らなくても売れる人は売れるんですよ。でも、声優の場合って、そのキャスティングの人に、その疲れない限り、ほぼほぼ売れることはないんですよ。残念ながら。要するにその、あの、 その人の声のおかげでそのアニメが売れたっていうレベルになる人って本当に少ないし、それ大御所なんで、この人面白いねっていうふうに見られる場所が少ないんですよね、声優って。結局声優ってじゃあどんな仕事っていうと、言われたセリフを読む仕事なんで、オリジナリティとかその本人のキャラクターって、 あの出すところほとんどないんですよ。だってそれ出しちゃダメじゃん。声優って何かを演じる仕事なんだから。なので、なかなかきついよねって話でした。三十三歳、IT 年収五百万の業務委託となります。直属の上司と四年同棲しています。長年のモラハラで、延期脱毛になり、現在実感にげてます。以前別れを伝えた際に、俺を別れるなら、業務委託契約をやめてほしいと言われてしまい、仕事を失うのと。年収五百万で特か不安で、そのまま続けてましたが、体が限界。私は彼と別れる場合、仕事を諦めるしかないんでしょうか。彼氏をパワーワで訴えれたことも多数ある。コンプラム効果ないように。 白木さんの考えをかせください、えっと、あの、そこら辺の証拠になる LINE だったり、メールだったり、録音をきちんとして、で、あの、労働基準監督署に行っちゃってください。要はあれ、それ脅迫行為なんですよね。なので、あの、労働監督署に行って、その上司の上司と話をすると、多分、あの、 まあ、労働基準監督署が入って大あらわになるぐらいだったら、契約を続けたがましだよねっていう形になるので、ただ戦った時に勝てるような証拠をきちんと集めるっていう方向で、あの、別れるためには、まあ、証拠を集めて、あの、勝てる形で別れた方がいいと思うので、で、そういうタイプの人とずっと付き合ってても、いつか必ず別れます。まあ、一生どれで過ごすんだったら別ですけど、 なので、あの、早めに分かれた方がいいと思うので、証拠集め頑張ってください。超在住30歳損保代理店勤務です今後、自動車保険等の各証券の代理店手数料が下がられるなど、代理店の存続も難しくなっている時代になるかと思います。はい、そう思います。この中で生き残る代理店として、他代理店との差別を分か,かるために、新しいことをしなければと思っています。何か良い案があれば、ぜひお願いします。ありません。 結局あの、同じ商品を売るところで競争し続けるので、いや、その、要は商品力で売れるとあればいいんですけど、商品力自体はもう大して変わらんっていうことになるので、そうするとあの、まあ、生命保険とかでよくあの、若い女の子がやりがちなのは枕的な営業でいっぱい取れたったりとか、あとはまあ、あの、ある程度その担当者にキックバックをするみたいな、ある種違法な行動をする人っていうのが出てきて、んで、それに勝ちようがないんですよね。 要はその若い人が自分の体を使って契約取りますっていうのだったら、年取ったら絶対できないじゃないですか。で、あの、じゃあその担当者で、じゃあ総務の人で、この人がじゃあ,あの会社中にチラシばらまいてくれたら結構契約取れますよ。そのがキックバックしますみたいなのって、そのキックバックするのってある種違法なんですよ。で、でもまあ、あの、それでもいいやっていう人はいるので、そういう人と戦わなきゃいけないので、そうするとまともに働いても勝てるわけなんですよね。なので、さっさと転職した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 ま、表で見えてる損保会社って、基本的にね営業、要はあの、お客さんのとこ行って保険買ってくださいよ、なんか1日コーヒー一杯分で、なんか事故ったとしても大丈夫ですよ、みたいな売りをするんですけど、あれって単に営業なんで、ファイナンシャルプランナー持ってようと思ってないと、あの、可愛いとかの方が売れるんですよ。例えばあの、会社丸ごと保険に入りますみたいなのって、その、 じゃあ、その、それを決める総務の部長が男性で、そうやったら20代の女の子が行った方が契約率高いよね、とか。